皆さんこんにちは。今回は、衝撃の展開で話題急上昇中の離島サスペンス作品、サマータイム連打を紹介するぜ。ああ、この作品この前 PV だけネットで見たわ。なんか不穏な感じしかしなかったけど。そりゃそうだわ、今言った通りサスペンス作品だからね。原作者は田中康樹先生、原作は集英社のウェブ漫画サイト、少年ジャンププラスで連載されていたウェブ漫画だよ。出た、少年ジャンププラス。最近少年ジャンププラスの人気作がかなり有名になってきてるよね。そうだな、このチャンネルでも紹介して、コンクールにアニメ放送が開始した。スパイファミリーも少年ジャンププラスで連載されている作品だしな。ほんと最近勢いがすごいよね。少し前に話題になってた、タコピーの現在も少年ジャンププラスだし。今回紹介するサマータイム連打は、その少年ジャンププラスにて2017年10月から2021年2月まで連載されていた、すでに完結済みの作品なんだ。もう完結してるんだ。じゃあ物語の真相とかも漫画読めば一応すぐわかるんだね。そうなんだぜ。漫画版は全13巻、ジャンプで読むなら全139話だな。2021年2月に完結した後すぐ、本作はアニメ化と実写化が発表され、コンクールにあたる2022年春アニメより、アニメ版の放送も無事開始されたぜ。結構スピード感のあるアニメ化だったんだな。アニメ制作会社は株式会社 OLM、このスタジオでコミさんはコミュ障です、を制作したチームが制作担当しているみたいだよ。あと意外と知られてないんだけど、アニメ版の企画スタッフにはシュタインズゲートの企画原案でも有名な、シクラチヨマルさんも加わってたりするから、今後の展開と演出にもかなり注目なんだ。マジかよ、それはかなり期待できるじゃん。てかやっぱりそれ、原作完結前にある程度アニメ化の構想は決まってたんだろうな。まあ連載中にアニメ制作は多分スタートしてたんだろうね。しかも作品完結までを2クールでしっかり全てアニメ化すると公言してるしな。PV を見ての通り、作画も結構気合の入ったものになってたから、今後がかなり期待される作品だと思うよ。そうそう PV よ、雰囲気的に田舎の離島で青春ものか、と最初思ってたんだけどさ。PV 途中からかなり不穏な空気が流れ始めたんだけど、どういうストーリーなのこれ。あの PV 見たら一番気になるところだよな。じゃあここからはストーリー紹介。いつもの通り、物語の核心に触れるネタバレはなしで紹介していくね。OK。まず本作の舞台は、和歌山県和歌山市にある、人ヶ島という離島だよ。物語は主人公の網代新平が、ふるさとの人ヶ島にとある理由で2年ぶりに帰郷するところからスタートするよ。理由は PV でも言ってたあれだよね。そうそう、義理の姉である小船牛尾の葬儀に参列するためだったぜ。新平は幼い頃に両親を事故で亡くしていて、その際に親交のあった小船家へ引き取られて育ったんだ。なんかしょっぱなから義理の姉が亡くなってるって、結構重そうな展開だよな。子供の頃から家族として仲良くしていた牛尾が死んだと聞き、動揺しながら島へ帰ってきた新平を、一番に出迎えてくれたのは小船美代だったぜ。彼女は牛尾の妹で、本作の主要人物の一人だよ。田舎の元気っ子みたいな感じの子だね。元気が溢れすぎて、新平と再会時に自転車を止められず海にダイブしてしまったけどな。元気すぎて草。美代との再会後すぐ牛尾の葬儀に参列する新平。その葬儀で幼馴染の菱形荘とも再会、そして荘から、牛尾がなぜ死んだのかを聞くこととなるぜ。牛尾は、同じ島に住む小学3年生の女の子、小早川しおりちゃんを助けるために、海で溺れて亡くなったとのことだったよ。牛尾ちゃんめちゃくちゃいい子じゃねえか。ただ助けられたしおりちゃんの方は、事故のショックで言葉を話せなくなってしまったとも荘から聞かされるぜ。自分のために人が死んだらそりゃショックもすごいだろうな。牛尾の出棺が近づいた頃、荘は新平に詳しい話をしたいから夜に電話すると言い残し、その夜、新平は荘から牛尾の死に関して、驚きの内容を聞かされることとなるんだ。それは警察が行った牛尾の検視で、牛尾の首に吉川線が見つかったという内容だったよ。ん？吉川線？ごめん、何それ。吉川線っていうのは、簡単に言うと他人からの首絞めに抵抗した時にできる、自分の爪の跡のことだよ。つまり吉川線があるってことは、牛尾は誰かに首を絞められたってことなんだ。マジかよ、じゃあ思いっきり他殺じゃん。そのはずなんだけどさ、牛尾に続けてしおりちゃんを助けに海へ飛び込んだ荘も美代も、溺れる牛尾の周りに、怪しい人物を見ていないとのことだったぜ。
だから警察は牛尾の死について、他殺はありえないと判断し事故死として処理していたんだ。事件の経緯が謎すぎるだろ、警察さんちゃんと捜査してあげてよ。しかし牛尾の葬儀の翌日、またおかしな事件が発生するんだ。え？牛尾が海で助けた小早川しおりちゃんの一家が、突如謎の失踪を遂げるぜ。なんだそれ、この島不穏すぎるだろ。新平と美穂が現場へ急行するも、小早川家は話の通りも抜けのから、新平は立て続けに起こる出来事を不審に思い始めるんだけど、その場で美穂が不思議な話を打ち明けるよ。それは失踪したしおりちゃんが、一週間前に自分とそっくりの女の子を目撃して、それ以降ずっと見られていたという話だったぜ。何それ怖すぎ、ドッペルゲンガーか何かかな？ドッペルゲンガーとは少し違うかな。それは島に伝わる風土病のようなもので、影という存在だったよ。さらにその話を聞いた島の漁師から、その影を見ると影に殺され、影は本人と入れ替わり、その家族も皆殺しにするとのことだったよ。いやいや、笑えないぐらい恐ろしい伝承じゃんか。伝承だったらよかったんだけどさ、美穂はその伝承を聞いた後にもう一つ新兵に打ち明けたんだ。牛尾が死んでしまう3日前、美穂は牛尾と一緒に牛尾そっくりの人物を目撃していたんだ。がっつりホラーな内容になってきたな。新兵は影の話をもっと詳しく聞くため、島の神社の宮司さんに話をしに向かうんだけど、宮司さんの家の横にある森の中に、しおりちゃんの影らしきものを目撃。それ絶対ヤバいやつじゃん。二人がそれを追っかけていくと、今度は森の中で血を流した女性を発見したぜ。女性は新兵に何かを言おうとするんだけど、直後頭を銃で撃ち抜かれてしまうよ。うわぁ。その直後、新兵の後ろから美穂の声が聞こえ、新兵が振り返ると、銃を持った美穂が、怯えて泣きそうな美穂を腕で捕らえて、頭に銃を突きつけていたよ。ん？え？どういう状況？銃を持った美穂、影が、怯えて泣きそうな美穂、本物を腕で捕らえて、頭に銃を突きつけていたんだ。うわぁ、絶望的じゃねえか。そのまま美穂は頭を撃ち抜かれ、新兵も頭を撃たれて二人とも殺されてしまうよ。物語終わってくさ。しかし次の瞬間、撃たれた新兵はフェリーの上で目覚め、殺された記憶はそのままに、日付は牛尾の葬儀が行われたはずの7月22日に戻っていたぜ。とまあここまでがざっくりとした1話のストーリーだな。1話から内容濃すぎだろ。サマータイム連打のストーリーは、今紹介した通り、死に戻りタイムリープを使っての影との戦いがメインだよ。戦いって言っても戦闘はもちろん、影の秘密を暴いていくってのも目的の一つだから、アクション、プラスサスペンス、プラスミステリー、って感じの作品だな。あと原作通りに進むとすると、結構グロい描写も多いかなと思うよ。アニメ4話まででもしっかりグロかったし。田舎の離れ小島で、伝承の怪物とタイムリープしながら戦ってグロもありとか、題材としては確かにめちゃくちゃ面白そうだな。実際物語最後までめちゃくちゃ面白いよ。少しだけ、序盤のネタバレをするとさ、物語序盤で、死んだはずの牛尾の影も登場するんだ。うわぁ、牛尾ちゃんも敵になっちゃうんだ。いや、違うぜ。この牛尾の影はなぜか新兵たちと敵対する意識がなくて、影と戦う手助けをしてくれるよ。は。そして牛尾も新兵と同じく、タイムリープができる存在なんだ。アニメ版だと6話くらいで判明すると思う。マジかよ、二人タイムリープできるとか最強じゃん。だから本作サマータイム連打は、タイムリープのできる新兵と牛尾、この二人がメインで物語が進んでいくぜ。てかさ、二人も時間逆行できるなら、影って奴らにも余裕で対処できるんじゃないの？甘いな霊夢、もちろん影の存在の裏にものすごく闇深い真相が隠れているんだ。本作は単純な話に見えて、島で起こる事件の設定はかなり練られているから、気になる方は原作漫画を読むか、アニメ版を最終話まで毎週楽しみに視聴してみてね。私はアニメ版を見てみようかな。地上波へ追いつくために配信サイトで見たいんだけど、どこかで配信してるの？全話配信はディズニープラス独占配信だよ。え？ごめんちょっとよく聞こえなかったんだけど。全話配信は、ディズニープラス独占配信だよ。は？ディズニープラス？アマプラとかネットフリックスは見れないの？そうなんだ、見れないんだぜ。Dアニメストアもダメだったわ。マジかよ。ただ作品自体はかなりおすすめだから、見逃した方もぜひ原作でアニメに追いついて視聴してほしいぜ。後からでもいいからどこか他の配信サービスで配信されることも願うけどね。私は PV でも気になってたから、アニメに追いつけるよう原作読んでみるわ。そのまま最後まで読んでしまいそうだけどな。
原作も絵がかなり綺麗で高評価だから、視聴が難しい方は原作で完結まで読んでみてね。わかった。本日の紹介は以上だぜ。アニメ作品紹介動画を週1程度で投稿してます。動画が面白かったらチャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。